45周年、すごいね。15でスタートしておりますが、現在は4倍強、67。その中には国の重要文化財15の海外から移築された3棟も含まれております。面積は100万平方メートル、33万坪、東京ドーム2万3位の広さ、止まって。なんかこんなんだって。時間となりました。発射します。揺れますのでお気をつけください。電車動きます。チンチン足だったら、あ、足だ。ここに火事があるじゃん。あれ何、進行方向右側です。松の木の奥、ガラス張りで3本の換気筒の建物が加わります。渋谷区広尾にありました日本赤十字社中央病院の病棟です。あ、またここでも教えてくれるね。最初に建てられた一席の病棟となっております。次はその奥です。白い2階建て名古屋町日の丸にありました名古屋府名第6連隊名社兵隊さんの宿舎です。名古屋に初めて建てられた洋風の建築物男子用宿となっております。これで加速。本当線路があるのに方向を回すの？なんか回ってる。本当か？回す時に回せるし。こっち回せよ。ブレーキとかじゃないの？ブレーキもこっちにあるの？あ、本当。これアクセルだろ今のな。本当だね。なんなんなん。回すよ。うん。左回る。電車はこちらで折り返しいたします。あ、名古屋。名古屋駅。開始は2時45分の発車。電車は3丁目の品川灯台へ向かいます。中川灯台だって。通信するんだよ。ご乗車ありがとう。基本的に降りるんでしょ。